世界中に空手が普及し、各流派がそれぞれの流儀を主張していなかった頃、数々の武勇伝を打ち立て空手の威力を世人に知らしめた一人の武術家がいた。本部流の開祖、剣王本部長喜その人である。長喜が残した著書の一つ、沖縄拳法空手術は、空手道全般に通じる基本的術技及びその理合について述べたものであり、入り身に徹した奥義書である。私の空手術。長喜が生前最も好んだ内反地の型や実践の構えの目音でなどを伝える空手術奥義の伝授書である。沖縄空手の源流を伝えるこの2冊が、長喜没後50年を経て日本伝流兵法本部拳法として復刻、今沖縄空手術の奥義がよみがえる。本部長喜は明治3年、琉球王家の流れを汲む本部右軍の三男として生まれた。16歳から空手を始め、糸須、佐久間、松村氏らの諸大家に師事し、独自に実践本位の空手を作り出した。本部のサールと言われるほどに身のこなしが軽く、実践組手の第一人者で、シナ海の海賊退治や54歳で外人ヘビー級ボクサーを一撃で倒した話はあまりにも有名である。また御影師範、警察、工場、大学などへも出向き、空手の指導に当たると同時に他の武道家たちとも交友を深めながら空手道の普及振興に努めた。昭和19年、故郷沖縄にて74歳の天寿を全う。立っても座っても常に武であると。茶碗を持つ時には持つだけでなくして、それを挟んで挟み割るという気持ちで持ちなさいと。箸を持っても箸をへし折るようなつもりで力を入れなさい。そういう日常の心がけが武につながるんだと。そうですね、当時もうすでに70を超えしてましたからね、まあ激しい運動はあまりしてませんでしたけれども、沖縄にはあの青森っていう酒を入れる亀があるんですね、1頭ぐらいの。その亀に砂を入れて、そしてその口を持ってですね、こう持ち上げる、こう暇があれば持ち上げて、こういうふうに持ち上げてね、この腕の握力とこの腕力ですね、引き上げる力、これはもうほとんど毎日のやってましたね。それとその亀に今度はこの藁を巻いて、でこう拳を当てるようにしてですね、あれはちょうど亀の中に砂半分ぐらい入れると、上を叩くとコロンと向こうへ倒れるようになるんだけれども、ちょっとまた元へ帰ってくる。ちょうど柔らかい巻き藁をついてるような感じなんだね。亀の底へ砂を入れると、それをこう前からポンとつく、そうすると向こうへポンと帰って、倒れてすぐ帰ってくる。それをこう、まあ、手に固定ないようにうまく考えて、こうして亀に巻き藁を作ってついたり、裏打ちをこうしたりですね、そういうことをしょっちゅう、暇があれば話しながらでも、私らと子供と話しながらでも、こう話しながらこうついておると、こうして髪をついておると。それ私はまあ稽古をつけてもらったというのは、もう月に対して中へ入って受ける、それの毎日繰り返し、とにかく中へ入る中へ入ると。
そういったような、まあ、稽古肩を習った以外に組手ではとにかく中へ入るということだけをやかましく言われましたね。顔面へついてきた敵の左拳を右手で深く受け外すと同時に左手で敵の右拳を止め、右肘を敵の左胸に突き込む。顔面へついてきた敵の右拳を左手で打ち外す。さらについてきた敵の左腕と右手首を引きつかむや否や、左膝で敵の急所を突き込む。顔面へついてきた右拳を左手で打ち外すと同時に手首をつかむ。右手は急所をつかみ、敵がさらについてきた左拳の肘を右手で打ち外し、同時に右肘を敵の胸へ打ち込む。お互いに隙がないとき、右拳で敵の顔面を裏打ちし受けられたとき、その手で敵の右肘を押し開くと同時に左拳で敵の右脇腹を突く。顔面へついてきた敵の左拳を右手で受け外すと同時に、胸をついてきた敵の右拳を受け外し、左拳を敵の顔面に突き込む。顔面へついてきた右拳を左拳で打ち外すと同時に敵の顔面に突き込む。敵がひるまずついてきた拳を左拳を引いて打ち外すと同時に敵の顔面を打ち込み、敵が左拳で引き外そうとするのを自分の右手で敵の左肘をつかみ押し、同時に右足を敵の左足後ろに蹴り込み、左拳を敵の左脇腹へ突き込む。胸についてきた敵の右拳を右手で打ち外すと同時に右拳を敵の首に打ち込む。さらについてきた敵の左拳を右肘で払うと同時に左脇腹を突く。顔面へついてきた敵の左拳を左手で打ち外すと同時に手首を握り、右手は敵の左肘をつかむと同時に右足で膝を踏み抜く。
顔面へ突いてきた敵の右拳を左拳で打ち外すと同時に顔面へ突き込む。ひるまず突いてきた敵の左拳を右手で掴むと同時に左手も敵の右腕を掴み、右膝で敵の腹部へ突き込む。敵が腰を引き逃げようとした時、両手を引き込むと同時に右足で左膝を踏み潰す。顔面へ突いてきた左拳を右手で打ち外すと同時に左拳で敵の左肘を下から突き抜く。ひるまず突いてきた敵の右拳を左手で受け外すと同時に右手で敵の左手首をつかみ、敵の右拳を左拳で受け外すと同時に顔面へ打ち込み、敵が体を引き逃げようとするのを左肘で突き込む。接近戦の時、顔面へついてきた敵の右拳を肘のところで打ち外すと同時に左拳を敵の右脇腹へ突き込む。後ろから抱きしめた敵の両手を右手で強く掴むと同時に左手で急所を掴む。この構えは敵より一瞬早い攻撃を意味する。
前の手は前線に立って戦い、攻撃もすれば防御もする。後ろの手は常に予備としておくことにより、敵の攻撃を受け流しての反撃が一瞬早く相手に届く。若い頃、二十歳代にはいろんな方を教えてもらったりして覚えたんですが、結局は内反地だけが残ったということなんです。他の方が悪いというわけではありませんけれども、実際に組手をやっておると、内反地の型をやっておれば全てが網羅されていると、長期のやる実戦の組手の技というものはもう全てと言うていいくらい内反地に含まれておると。だから他の方はいらないということはないけれども、内反地をやっておれば十分じゃということで、私たちにもいろんな方は教えなくて内反地だけを覚えるようにということで教えたんではないかと、このように思ってます。それは入り身です。まず入り身、戦線の線ということでね、もう武道の真髄は戦線の線。よく空手に先手なしということを言われますけれども、空手はいわゆる専守防衛ということではないんですね。勝負をやるときは戦線の線でないといけない。空手に先手なしというのは、むやみやたらに自分に危害を加えない人にむやみやたらに手を出すもんではないという戒めであって、いざ戦うとなれば戦線の線、これが空手であると。受けると同時に攻撃しておると、受けて下がってからさらに1ポイント上げてから攻撃するんでなくして、受け手が即攻め手であるということですね。そのために受けるときにすでに中へ入っておると、受けるのに触ることは絶対ないわけですね。受けるときに入ると、入った瞬間に、受けた瞬間にもうその手が顔面なり水月なりいっておると、こういうふうにもう受け手が即攻め手であると。特徴といえば裏打ちと膝打ち、肘打ちですね、鉛筆ですね。これなんかもう受けて入った途端に裏打ちあるいは肘打ちを使うと、こういうことではないかと思いますね。入り身即攻撃、受け即攻撃であると。本部長期は、型はなるべく実際に近いように教えるべきもので、強いて力を入れるためだけの実際とかけ離れた型は世に残せないとし、数多い空手の型の中でこの内反地を最も好んで使った。一見すると単純で地味とも思える動きの中に秘められたスピード本位の型により、いかにして相手を制するか、いかにして相手にダメージを与えるかということを最優先に考えられている。常に実戦を考えているこの方は、立ち方も一般的な空手道の立ち方とは違い、内反地立ちという両足に重心を置いた倒れにくく安定した実戦的な立ち方である。内反地初段はこの型だけを完全に習得すれば一人前とも言われ、この型を完全に自分のものとするには長年にわたる毎日の鍛錬が必要であり、空手は内反地に始まり内反地に終わるとさえ言われる。すなわちこの
内反地初段は最も基本的であり実践的な型である。今顔を右左に回しましたが、これは必ず技を起こす前に相手を確認するという意味であります。続いて、今足を踏み出しましたが、この足はただ単に踏み出しているだけではありません。踏み出す前に相手を蹴上げておるのが隠されております。この霞の内は相手の目を叩いているところでありますが、これだけではなく相手を倒したりいろいろな技に変化することができます。続いて、今鉛筆で肘打ちをの型を行いましたが、これも肘打ちだけにとどまらず突きが含まれております。はい、今足を踏み出しましたが、踏み出しの前には蹴りが含まれておることは先ほど説明した通りでありますが、さらに内反地の歩みの場合は足を叩くように進むんでなく、すり足で進んでおりますが、入った場合に必ず相手の足を押さえて姿勢を崩すと、相手の姿勢を崩すという意味が含まれております。これは右手で横受けし、左手では下を払い受けたように見えますが、実際は下を突いてきた相手の拳を叩き落としておるところであります。これはこういうふうに払うんでなく、けっ叩いてこう叩き落としてるんです。で、肩としても普通こういうふうに開いて払ってる方が多いんですが、元部の内反地は必ず前に突き出しております。これは左横から突いてきたのを右手で内側に受け払っている形でありますが、実際にこういう無理な姿勢で受けるということはありません。これは腰をひねるという意味が含まれております。そっちをついて、こういう受けをする場合に、この場合は実際にはこういうふうに、この受けが浅いと、受けが浅いと必ず川へ入ってきます。それを外すには体のひねりがないとダメです。
この方は両手突きのように見えますが、実際は夫婦での変化したものです。夫婦を肩の形にしたもので、実際は左の控えは夫婦で添え手になります。元部長期は内藩地初段の方以外はほとんど教えなかったが、ここでは参考として内藩地二段の方を紹介しておく。とにかく目標ですね、それに近づきたい。とにかく自分が目標としている人物ですね、それをどうして、またどうすれば越せるかということを常に考えているわけですね。だから父に襲ったその技を忠実にやっていくと、大事な師匠であるということですね。元部流空手はいかにして相手を制するかということに目的を置き、実戦時におけるスピードを第一に考え、一瞬でも早く相手にダメージを与えることを重視した合理的かつ実戦本位の空手である。元部流以外の会派団体の指導的立場の人の中には、元部長期の指導を受けた人も少なくはない。この元部家にゆかりのある各道場の有志が技術の向上と相互の懇親を深めることを目的に、昭和52年4月日本空手道元部会を結成し、現在多くの校庭たちにより継承されている。関西では元部長期に直接指導を受けた元部長生宗家の道場大道館をはじめとする各道場が、元部流空手の伝統を受け継ぐ師範の指導のもと稽古に励んでいる。また埼玉には長期創立の大道館の助教として活躍した故高野源十郎氏創立の春風館があり、現在司祖の高野清館長と各師範がその志を受け継ぎ、努力精進を続けている。長期の皇帝比嘉女博氏の流れを組む群馬県の大道館は、各師範のもと道場数9つを数え、日々の鍛錬と元部流空手の普及に努めている。日本空手道元部会は現在数多くの道場を構え、元部長期独特の空手道の伝統を継承し、さらに発展させようと各道場との親交を深め、研究精進に励んでいる。